ジャスパルと申します。新パーク修理担当者が初心者にもおすすめできるいぶし銀地味強パークだったので、今まで弱音マンばっかり使っていてまともにチェイスしてこなかった私にぴったりと思い、補助輪をバチバチにつけて異界の星に降り立ったら、壮大な SF ドラマを目撃しました。ざっくりパーク解説。ウィンドウズオブオポチュニティ。周囲の板窓が見えるようになる補助輪その1。修理担当者。チェイス時に板を倒すとキラーのオーラが見えるようになる補助輪その2。一番回ってる発電機も見える。警戒。キラーが板を壊したりするとオーラが見える補助輪その3。便利。状況適用能力。負傷時に足が少しだけ速くなる補助輪その4。板栗に最適。というわけで実践パートどうぞ。4ガブです。嬉しいんだけど、4ガブで当場で嬉しい。行こう。ドバルカディープウッド、マジ気合だ。じゃあさ、新パーク修理担当者を使ったキラーとチェイスしてる時キラースケスケになっちゃうよ構築で遊んでいきたいと思います。ドバルカディープウッド、当場着陸地点にて、そしてキラーはシンギュラリティ、やっていきましょう。おあつらえ向き。なんと4人全員ガブリエル・ソーマでございます。この4ガブ兄弟で脱出したいよね。しかもキラーはシンギュラリティということで、さあ、とりあえずあそこの EMP が開いて、このカブくんが EMP を1個持ってくれている状態ですね。さあ、一瞬心音がしたけど、大丈夫そう。OK! ということで、今回使用していくパークの説明をしていきたいと思うんですけれども、まず、修理担当者。このパークが、チェイス判定が入っている時に、一番進行度の進んでいる発電機のオーラが見えるようになります。まあ、今回だとこれかな。かつ、板を倒した時に6秒間キラーのオーラが見えるようになるということで、まあ、それを使って、その板周りの遮蔽物が高い、それこそね、この当場着陸地点みたいなマップでも、相手の動きを読んで行動していくことができると。さらに警戒というキラーが赤いアクションを行った時にキラーのオーラを5秒間見ることができるというパークもつけてきましたので、これも使って板を倒したら6秒見えるし、板を壊しても5秒見えるということで、そしてその宇宙船でチェイスしてたね。さあ、この後イタチやら共鳴やらが入らないうちに回し切りたい。回し切れた。さあ、これで状況適応能力発動を、なるべく離れてチェイスしていきたいけど、背中にもちゃもちゃつけられてしまったので、このもちゃもちゃを一回なんとかしないと、この今回のパーク構成を生かすには至らないかな。 EMP 回収、グルリン、トン、 OK。 これでまあ回復していこうか。両キット1回分回復プラス注射器持ってきたので、これもどこかで活かせるタイミングがあったらいいなと。そしてね、板窓が見えるウィンドウズオブオポチュニティでしっかり板の位置を把握してって、もうとにかくチェイスを、キラーの行動を見ながらチェイスを有利に進めていって、一発もらってしまった後は先ほど発動した状況適応能力で足の速さをちょっこり上げて、さらに有利に板グル立ち回っていくといったことができればいいなというパーク構成でございますが、とりあえず1釣りで2台発電機が回ったので、かなり有利な感じでことは進んでいそうだけれども、EMP 一応取るだけ取っとこうか。よいしょ。さあ、発電機迷子になってしまっている。輪をつけられている。もう使っちゃってもいいかもね。 EMP ドン。さあ、じゃあここの発電機やっていこう。できれば次あたり私がターゲット取って、その小屋でチェイスするなんていう展開ができたらいいなと思ったんだけど、有能で2回ししていきましょうか。新音もこっち側来てるから、ワンチャンこっち来てくれるんじゃないかな。さあ、来てはいる。ナイス。90行ってくれ。私がこのままチェイスになるようであれば反対側に引っ張ろうかなと思ったんだけど、意外とそんなこともなく。血族ナイスだね。もう一人どこにいるんだろう。あ、ちょ、新音じゃなくて、なんかデュル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 です。デュルデュルがデュルデュルしてます。デュルデュルしてるね。もう一個どっかにくっつけられたかな。さあ、新音がしていますが、有能の照明がありますが、わお、何の音。あ、戻ってきたの。何の音これ。何の音。あ、こんに、え、どこ、誰がどこで何。こんにちは。ちょっと待って、わかんない、何もかも。 EMP EMP、サンキュー、サンキュー EMP。 回復いるかいらないか、回復いるかいらないかい、ゲーミング OK。 回復するよ。いいですね。ガブガブ4兄弟の連携が取れてる。もう完全にノラで始めましてなんですけど、連携取れてるよ。さあ、まだね、シンギュラリティ対戦。あ、こんにちは。よろしくどうぞ。警戒がこういうところで生きていく。さあ、でもここをチェイススポットとして申し分なさそうだし、EMP もね、生成するとこ、そこにあるんで、あるんでいい感じだね。あ、こんにちは。EMP、EMP いる？ EMP ってくれたよね、今。EMP ってくれてます。嬉しいです。嬉しい気持ち。ただ、やられているガブちゃんが追われている。できれば、あの人に注射器を使うなどで無理やり助けるなど、何かそういった展開を模索するなどしたいんだけど、もしかしてどうした？え、な、寸止め？なにこれ？びっくり！こんにちは！ガラクタいじり！ガラクタいじりやつ？ガラクタいじりやつってこと？ガラクタいじりプラス、あれか？機械学習？あ、見てる見てる。見てます。これを侵害状態にしたんでしょ、あなた。この発電機を侵害状態にしたんでしょ。同人誌みたいに。エロ同人誌みたいに。あ、やだ！で、ここにもくっつかれてるから、ここにペロンして、ペロンからのペロンで、ドロン？わお、警戒いいよ。いい警戒。それはいい警戒。あれを回すとね、侵害状態が発動して足が速くなりそうな気がするので。速くなりそうな気がするので、回したくない。今は、あー、びっくり！やだ！あー、待ってる。すごい待ってる。ダンスホールで待ってる。ダンスホールの未来に色を塗って生きるのはあなた。ダンスは笑顔で待ってる。いる、まだここに。いない。いなー。警戒警戒警戒。どこ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 警戒どこ警戒。見えない見えない、わかんない。どこ、いなくない。あ、いる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 。どこ、
あ、見えない今ガラクタいじってんだこの人。あんたガラクタいじったでしょ今。あ、見える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 見えます。こんにちは、よろしくどうぞ。あれかな、機械学習で足の速さ30秒間 10% 迅速になったかな。さあ、もう一台の発電機。こういう時にね、チェイス判定取ってどこが進んでんのかなっていうのを見てもいいよね。どこ？あー、こんにちは、チェイス判定。さあ、修理担当者、どこ発電機、進んでる発電機を教えてください私に。あ、痛い、もう何にも見えないし、何にも見えないし、何にも見えません。あれだ、あれです。じゃあ離れよう、離れればいい私は。オッケー、修理担当者便利。あの、とっさに見るのむっちゃむずいんだけど便利です。あ、ちょ、回復してくれ頼む。ガブとガブ、ガブとソーマ頼むわ。あっちに気持ち進んでる発電機あったよ。でもこの感じあれだな、あんまりどれもあんまり進んでないのでは。意外と発電機迷子になるね。あっちにあるわ兄弟。あっち、あっち行こうぜ、あっち。あ、いいよ、人数全員集合。みんな、あっち行こうぜ。オッケー、行こう。あそこに発電機あったよ、兄弟。嬉しい。シンプルに嬉しい。頑張ろう。今かなりいい感じだから。あ、でも別に誰も来てくれてる。来てくれてる。いっぱい来てくれてる。みんなチキ。どうした？EMP すぐ解除。すぐ近くにいるんだな、奴が。すごい。SF ホラーやってるみたい。本当に。来てる！来てるぞみんな、兄弟。兄弟来てるぞ。大丈夫かみんな、 EMP を EMP ってるか。おもろいなぁ。すごい、なんかマジで、なんか未開の地に降り立った4人で協力し合って脱出するぞみたいな一体感生まれてるわ。大丈夫かお前。多分大丈夫じゃないんだけど。もう1台どこだろうな。こういう上かな。あー、やられてる。ガブちゃん。一つられのガブちゃん。サモトラ家の2件。どこにあるんですか上。上ってどうやったらいけるんですかというのも今のうちにこう確認しておかないとね。こんにちは。回ってました。全然。逆にあれか、上から世界を見よろそう。あそこ発電機だね。いいね。どこ？あそこ？あれ、いい位置なんじゃないですか。やっていきましょうか。なんか、うにょうにょしてるけど。やだ！やだねー。やだけど、こっちにおびき寄せれば、それはそれでよしという。この音怖すぎんだけど。来てるのかどうかもわからないんだけど。でも今あれだね。下のオブセッションガブちゃんがガブガブしてくれてるから、私ここで発電頑張るわ。救助ないっすよ。あーい、オッケーオッケー、まだある、まだあると信じたい。オッケーオッケー、釣ってくれる。頑張れ、逃げ切るんだ。みんなで出ような。私このマップのゲートもまだよく分かってない。どこにあるのか、どんな形をしているのか、これも分かってないんだ。血族いいよ、いい血族。こっち来たら私チェイスするから、みんなで体勢立て直して。来てる、信用するわ。オッケー、とりあえず蹴るかしら。チェイス判定入るかしら。来い。さあ、修理担当者で、ね、オーラ見えるってるんだけど、何これ、オーバークロックモード。 Here we go、 オーバークロック、レッツステイ、ワッショイ。オッケー、ただ修理担当者で発電が一番進んでいるのはあそこだよということが分かりましたけれども、近くの板を、ね、こう糸もたやすく使ってしまいましたので。ただみんな結構いい感じに、状況が整っている。オーバークロックモードされはしましたが、あれだね、一発もらいはしなかったから。あっと、なんかペリペリされてる。怖い、マジで音怖い。このマップ音怖いよ。マップの音が怖いのか、シンギュラリティの音が怖いのか、もういろいろと始めましてだからよくわかんないんだけど。でも回りそう。でもニツリの負傷のガブちゃんが追われてるの、やだ。非常に回しきろ、なんとかしよう。あ、ダメだ、追われてる。なんとか守りたい、その命。どこでチェイスしてるんだ。あー、頑張って、近すぎ。あ、こっちじゃない。あー、助けたい。どこ、フックどこ。あー、近すぎ。バレました、しかも私。バレてません、ごめん。ガブごめん。4人で出たかった。いや、ダメだ、これ以上もう一人失うわけにはいかない。我々、どこがゲートなんだ、このマップ、どこがゲートなんだ。頑張れ。あ、やばい、ニツリのガブがもう一人。そんな、やめてくれ、俺たちからガブを奪わないでくれ。今開けるからな、ゲート。ちょっと待ってて、ノーマンあったら俺泣いちゃうよ。でもなかったか、ノーマンはなかったな。オッケー、ノーマンはなかったよ。気合い入れて。あの、すごい大量のスパムコメント来た。あー、死んで、うわ、悲しいよ。一応うちの番人警戒するよ。え、お前もしかして開口、お前いいやつだったのか。ちょ、待って、じゃあ注射、医療キット使っていいか。あ、ちょ、ダメかもしれない。医療な、せっかくだから注射器使っていいか。帰るか、帰ろう。ありがとう、シンギュラリティ、ありがとう。最終的に仲良くなれた、ありがとうな。わー、ということで、スリップと逃げ切り 100BP いただきました。対戦ありがとうございました。面白かった。え、すべてが面白かったね。うわ、ね、ガブ4人で、ね、こう協力し合いながら、このマッチを楽しめたのも楽しかったし、で最後なんか、シンギュラリティと、なんだろう、心通じたのも、もう SF じゃん。あ、ね、パーク構成は、本当にガラクタいじり、機械学習ってことで、ガラクタいじりが発動したら、パンチ負荷になるし、修理がそのまま完了したら、30秒間 10% の迅速になるといったね、そういういう感じで面白いパーク構成だなと思います。これね、このパーク構成やってみたかったよね。しかもファイヤーアップでどんどん強くなっていくけど、行き着いた終着点はガブリエルたちとのなんか共生だったんだろうかね。いや、面白かった。ということでね、修理担当者も発電機どこかわかんないみたいな時にチェイスしてると、なんか地味にね、発電機教えてくれたりして、このドバルカディープウッド、ドーバ着陸地点みたいに背の高い遮蔽物が多いマップだと、板先に倒しても情報をしっかり取って取捨選択して動くことができるので、まあ、マップによってはかなり輝くパークなんじゃないかなという気がします。
しました。かなり初心者の方におすすめできそうなパークだったね。状況適応能力ももう序盤中盤終盤好きなくいつまでも強いので今後増えていくんじゃないでしょうかね。こういうパーク構成やっぱりそのマインドブレーカー不安はあるもの、発電機を触ると目くらましと疲労になるというパークが今後ね流行りそうな気がするので、そういったパークにだけ注意して予備動作早め早めにとって動いていくという環境にこれからなっていきそうな気がいたしますが、意外とね使いどころのあるパークだったのでぜひ皆さんも遊んでみてください。というわけでお相手パレでした。また霧の森でお会いいたしましょう。バイバーイ。いやー最後ちょっと心温まったな。いい話だった。